適当に座って待っててね。今お姉さんがささっと作っちゃうから。はあどうも。まずは油を、とそしたらベーコンを、それから卵を、熱っ、あー、油が跳ねちゃう。なかなか焼けない。あれ、でもなんかそこの方は、うわぁ、焦げ臭い。お水、なんでまた跳ねるの？どうしたの？まだできてないから座って。新城先生、そんな姿を見せられたら俺もう我慢できませんよ。それってダメだよ風魔くん。ユーナと風魔くんは保健医と生徒で、それにまだお互いのこともよく知らないし、あとこういうのはまだ風魔くんの年では早いと思うの。新城先生、料理したことはありませんよね。なんでそれを。じゃなくて、そんなことないよ。いえ、丸分かりですから。もしかして風魔くんは料理できるの？さすがに卵を焼くくらいでしたら、自立心を養えってうるさいのもいるので。そんな。
どうして料理をしたこともないのにこういうことをしようとしたんですか？だって桐生先輩が男にお礼をするならやっぱり手料理だって。あの人は腕もちゃんと聞けばいいのに。でも気持ちだけでも嬉しいです。とりあえず今日は台所借りていいですか？俺が作りますよ。ダメ、ユーナがしないと意味ないの。え、どうしてですか？だってユーナはみんなよりお姉さんなのに、みんなに頼りっぱなしで。だからせめて何か一つくらいはユーナがしてあげられることがないと、きっとみんなに呆れられちゃうって思って。それに風魔くんなら優しいから、ちょっと失敗しても大丈夫かなって。練習台にしてごめんね。本当に謝らないでください。それに呆れるなんて、そんなことあるわけないじゃないですか。俺はですね、新城先生が人一倍誰よりも頑張っていると聞いたから手伝ってあげたいと思ったんです。それは多分他のみんなも一緒です。その力で傷を癒してもらった生徒はなおさらだと思います。ハイマニンとしては俺たちの方が先輩です。なので年上だからとかそういうのは考えなくていいんですよ。それに忍術の能力だけで言えば俺の方がずっと無力です。そんな俺に先生は呆れますか？そんなことないよ。ですよね。だからそれでいいんですよ。うん、ありがとう風魔くん。でもやっぱり料理はご馳走したいな。だから風魔くん、教えてくれる？俺にできる範囲なら喜んで。それじゃあとりあえず離れて。ううん、このままでいいよ。こうやって手を添えて教えてくれた方が動きとか分かりやすいでしょ。え、先生、さっきの話の後でこういうのはなんですけど、そういうのをやめた方がいいですよ。え？あと軽々しく男を家にあげるなどもです。新城先生はご自身の魅力に無頓着すぎます。さっき後ろから近づいたのも、俺がもし本気で迫っていたとしたらどうするつもりだったんですか？そんなの言うな、困っちゃう。はあ、そういうところですよ。無事終わり。普段新庄優奈だよ。一生懸命頑張るからよろしくね。新庄優奈だよ。一生懸命頑張るからよろしくね。